皆さんこんにちは、みなりんです。本日はですね、ロールアイスクリームファクトリーさんにやってきています。本日はアイスクリームロール、あれをね、教えていただけるということで作っていきたいと思います。しかもですよ、なんと今はね、じゃじゃん、花子くんとコラボをしているっていうことで、花子くんのロールアイスとかもあるので、めちゃくちゃおすすめです。早速作っていきたいと思いますので、先生に教えていただきたいと思います。先生、よろしくお願いします。お願いします。というわけで、早速さつきさんに教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。メニュー、メニュー、多分一番人気この3番のクッキーモンスター、誰でも食べやすいような、好き嫌いなく食べていただけるのは3番ですね。はい、それをちょっと今から作っていこうと思います。お願いします。楽しみ楽しみ。まず、アイスと一緒に混ぜるものを真ん中に置いて、その上からベースを伸ばしていきます。スコップで土をこうすくうように真ん中に集めてもらって、混ぜながらお料理器をして固まるまでは本当にこれの繰り返しで空気を含んで切りながら、難しそうで伸ばしていくんですけど、ここら辺に、そうです、伸ばすのがすごく大事で、はい、本当になるように、なるほど、こうやって、もうこの伸ばし方も人それぞれ違って、原宿店の中でも1本で全部やっちゃう人もいれば、はい、私みたいに2本でパスコワークを作ってっていう人もいる。自分でやりやすいから。そうですね、でもやっぱり一番最初は絶対みんなここができない、私もできなかったので、サーベットみたいだったアイスが固まってって、こういうカサカサした音になると、アイス固まってるので巻いていくんですけど、ヘラをしっかり、うん、しっかり持っていただいて、いや、もう、わっ、このすぐ、早い、おー、大体ヘラの4分の3ぐらいのサイズを7本ぐらい巻くとカップに綺麗に入ります。はい、めっちゃ綺麗。おー、これでベースの味です、はい、あー、もりもりすごい、すごい、でも絶対美味しいよ。で、はい、これかけます。完成です。はい、おー、めっちゃ美味しそうなんですけど、すごいですね、めっちゃ綺麗美味しいです。バニラとクッキー好きな人は多分間違いなく絶対好きだと思う。間違い、よし、頑張ります。いいですか？いきます。はい、入れます。入れて、でちょっと潰すんですよね。あ、固まった。思ったより硬いです。そうですね。よいしょ。固まるのが早いですよ。これめちゃめちゃいい感じで混ざってます。本当ですか？はい、余裕があまりないんです。早く早くみたいな。そんなに固まってきたらもう伸ばして。あ、もう伸ばしちゃいますね。厚さってどれくらいやった方がいいんですか？厚さでもそのぐらいで大丈夫です。大丈夫です。はい。綺麗ですか？合ってます？今日はね。全然もう喋れないから。超真剣。そしたらもうあと1本、じゃあ1本にして、はい、伸ばすっていう感じです。あ、この穴を埋めたい。あ、でも固まってきた。そうですね。あんまりもう動かせない感じですかね。そうですね。でもめちゃ綺麗よ。初めてにしては。本当ですか？でもここからですよね。いや、そうですね。いきます。じゃあここから。はい。あ、固っ。あ、いいです、いいです、いいです。あ、いいです、いいです、いいです。あ、できた。合ってます？合ってます、合ってます。で、これで少し立てる。背の高さが足りない。うわ、硬い。いいと思います。あ、綺麗です、綺麗です。あ、でもここら辺ちょっとなんか、あ、でもいい感じです。いいですか？あ、よいしょ。で、最後、おお、すごい、めっちゃ綺麗です。すごい、楽しい。ってはい、そしたらそうですね、カップに、はい、入れます。これを、これですよね。そうですね、これかな。そうだ、
か違う？あ、でも綺麗、多分全部綺麗なんで、はい。ここも大変ですね。そうなんですよね。意外と入れるのが。最後が危うい。細く巻き直しまして。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。できました。ちょっと不格好ですけど、初めて作ったのにしてはいいんじゃないでしょうか。めっちゃ綺麗です。はい、ありがとうございます。じゃあこれで最後にトッピング。はい。じゃあ私はやっぱチョコレートで。チョコレートは絶対美味しいですよね。間違いないと思います。トッピングを。そうですね。いちごポッキーは。はいはい。動物の形したいいビスケットとかもあるので。じゃあこちらにしようかな。これをここに置いて、でチョコポッキーを。はい、できました。初めてのロールアイスです。いかがでしょう。どうですか、先生。いや、初めてにしては本当に超綺麗だと。私の初めてより超綺麗だと思います。本当ですか、はい、ありがとうございます。てか本当に教え方がすごい上手だったので、はい、全然すごくわかりやすかったです。ありがとうございます。さっぱりしてる。うん、あ、おいしい、おいしい。いちごの味がしっかりしますね。というわけで1回挑戦しまして、最後にもう一つ作っていきたいなと思うのですが、こちらねねちゃんのね、すごく可愛いのたい焼きがついているんです。もうぴったりじゃないですか、ねねちゃんに。本日は最後こちらを作っていきたいと思います。頑張ります。でもね、楽しい、すごく楽しいです。それでは最後いきます。せーの、はい、でこれをザクザクにいっちゃいます。ここもね、最初が一番簡単かもしれないです。なんか硬いですね、こうするの。よいしょ。さっきね、ウームの中で一番上手だって言ってくださったのでめっちゃやる気が。こちらで働こうかしら。いや、ぜひぜひ一緒に。そうですね、さっきよりめちゃめちゃスピーディーです。ちょっと上達しました。もういいと思います。はい。で、これを伸ばしていきますと全然喋らなくなりますからね。こんな感じで大丈夫ですかね。そうですね、あともうちょっと伸ばしていただいて、大きさとか均等さも全然バッチリです。バッチリですか。固まってる音ができました。 そろそろいいですか。いきます。あ、硬い。はい、綺麗です。ありがとうございます。はい、うわ、でもめっちゃ綺麗です。はい。ただ花子くんはこの限定のカップになるので、はい、めっちゃ可愛い。たなこくん限定カップ超かわいい。で、これで、はい、感じで、あ、いい感じじゃないですか。はい、っていうわけで2つ目完成しました。いかがですか。結構今回綺麗にできたと思いますけど。めっちゃ綺麗です。はい、はい、じゃあこれ早速飾り付けちゃいましょう。で、前の3本見えるように、奥の方に、はい、いきます。はい、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 かな。はい、これすごくかわいい。これを最後にここにつけまして、はい、完成です。完成ですか。じゃじゃーん、完成しました。ねねちゃんのロールアイスです。じゃん、いかがですか。もう完璧、バッチリだと思います。あ、いいですか。はい、あ、じゃあ、採点をしていただけるとしたら、100点満点中、はい、120点です。すごいじゃない。でも本当にそのくらい、私たちと同じぐらいめちゃめちゃ綺麗です。本当ですか。はい、え、じゃあこちらで。いや、もうもちろん、で、明日から、はい。あ、じゃあ明日からよろしくお願いします。明日、じゃあ10時から。あ、10時から。すいません、よろしくお願いします。うん。あ、すっきりする。これも美味しい。あ、どれも美味しいですね。全部ね、やっぱ違います。
はい、というわけで本日はロールアイスに挑戦してみました。めちゃくちゃ楽しかったし、すごく褒めていただけて、馬の中で一番上手って言っていただけたので、というわけで皆さんすごくすごく美味しいし、今コラボをしていますので、ぜひぜひチェックしてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。